見てごらん、あれが夏の大三角形だよ。わあ、綺麗。あれは？あれは白鳥座。へえ、お城の名前って誰がつけてるの？偉い人が決めたり、最初に見つけた人がつけたりしてるよ。へえ、僕もつけられるかな？きっとつけられるさ。なんせわしの孫だからね。あ、見つける。見つけたらおじいちゃんの名前をつける。それはいい。さあ、なぜ見つからない。こんなにも探してるのに。おうおう、また派手にやったね。勝手なことすんじゃねえ。いいかい、太郎。確かに新しい星を見つけることももちろん大事なことだ。そのために太郎は毎日頑張っているのだからな。だがそれに飲み込まれて自分を見失ってはならん。まずは落ち着いて深呼吸だ。うるせえ、出てけ。2ヶ月後、私は大学進学のため上京した。それ以来、星を探すのはやめてしまった。ほら、太郎。おじいさんに顔見せてあげなさい。こんなに綺麗だったっけな。懐かしいな。ああ、なるほど。確かにそうかもしれませんね。確かにそういうことかもしれませんね。続いて今夜の星座のコーナーです。今夜は夏の大三角形、白鳥座、そして次郎がよく見えるでしょう。いやー、それにしても今夜はよく見えますね。そうですね。次のコーナーです。このコーナーではラジオのリスナーの皆さんから募集した質問にゲストを招きます。